ほいっす、どうも、パケギです。マヒマヒリゾートのガチアサリやっていくんですけど、で今日はね、住み長シートの動画を撮っていきたいなと思っていて、ただ、毎日ダイナモ生活というね、名目があるので、一応ね、1試合、ダイナモ使わせてもらってから、まあ次の試合から住み長シートをね、使っていくという感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。住み長シートは、ボトルガイザーと、スパイガジェットなんやけど、現状ね。なんやけど、どっちも苦手なんだよな。どっちもね、苦手。で僕、ダイナモ以外の武器はほんまに苦手なの。ダイナモ以外上手くないんだよな。で、ダイナモは上手いんかいって聞かれたら、もうそうとしか言えないけど、ダイナモ上手いんですかって聞かれたら、もうそうですとしか言えないね。ダイナモはね、人よりは上手いかなって。うん。そのね、人によるけど、まあ、他のダイナモ使ってない人よりは上手いかなって。そりゃそうか。それで僕の方が下手だったら、僕のこのダイナモ使ってきた7年ぐらい、何なのっていう話になってくるけど。しっかりと当てていくが、当ててはいるがといったところ。ラピが長すぎるんだが、しっかり当てていくんです。しっかり当てていけばいい。最近さ、マニューバー増えたから、なんかあれ嘘やろ、最悪なんやけど、最近マニューバー増えてからさ、こういうなんかスライドに合わせてバチーンって縦振り当てるみたいな映えるね、キルが増えた気がする。このね、縦振りをね、バチリとね、当てれた時が一番気持ちいいんだから、ちょラピーが長すぎるっていう話ほんまにしたい。あいつ長すぎんだろうなんやけど、長すぎブラスターに名前書いてほしい、ほんまに。長すぎるから、理由長すぎるから。やって行き、うわ、見られているね。さすがにか。一回潜伏入れてよかった。一回潜伏入れて、よさのアキコだったね、これ。で、飛んでいく。しっかりと飛んでいって、ここにあるアサリを漁って、アサリを漁って入れると。うわ、何ですか？何のダメージ？お風呂ですね。お風呂な。なんか、めちゃくちゃ大丈夫かなと思ったら、バババババって当てられたりするからな。外したら。さすがにやる、それは。さすがにやります。やらせていただきます。これ吸引器と共に、出ていく。なにー、このポイズンヌがなければ。ポイズンヌがなければ僕、生きてたのに。言いたいことも言えない。こんな世の中じゃ。ポイズンヌね。さあ、ドリンク溜まった、ドリンク投げる。相手もね、ドリンク飲んでんだよな。グビグビと。グビグビドリンクマンだから。そうね。あー、でも、こっち見てていいのかなといったところ。こっちを見てていいのかな、果たして。と、問いたい。僕の方にね、3枚ぐらい来てたことによって、ここで、アサリをね、あっさり入れることができましたよと。ガチアサリをあっさり入れることができましたっていうね。高等なギャグを披露してゆき。高等テクニックギャグを披露してゆき。相手はどうやって攻めてくるのか。いや、マジでラピだな。長いからな。ラピ一人に全てを破壊される可能性はマジである。あと、お風呂も長い。お互いに微妙に届かんね。ラーピンヌが僕のこと超狙ってくる。いい吸引だ。いい吸引。ごめん、いいか。ごめんな。まずいか。
曲者対決。あー当たらん、危ない、見て、ラスト防衛、ラスト防衛、何、魂の入れに来ているね、危ない、なしなし、何もなし、 OK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 、 まずは1戦目勝利ということで、次の試合から墨流シート使っていきます。さあネギトロタンクをガチホコバトルやっていきましょうということで、墨流シートをね使えたのでスパイガジェットソレーラを持ってきました。墨流シートでねめちゃくちゃ嫌がらせしたいという感じで、スペシャル増加系をめっちゃ積んで、スペゲも微妙に積んでるって感じのギア構成になります。これはね敵からしたらねうぜえだろうな。で墨流シートさ、結構自分の目の前に置く人が多いと思うんやけど、僕はちょっと全然、え嘘やろ、僕はね結構ね敵の前に置くのが強いんちゃうかなって。あ、食らってるね。墨流シートやれた。ほいほい、食らってんちゃうか、食らってんちゃうか、墨流シート。そう、こんな感じで敵の近くにね置けるから、遠くに投げて、そういう風に使うのが強いんちゃうかなって思ってます僕は。自分の近くに置いても自分も味方も見づらくなるだけでって風になっちゃうので、逆に敵の近くに置くと敵は見づらいけど、こっちはね割となんか弾の出所が見えるからみたいなね、そういう使い方がいいんちゃうかなと思います。いて、だってトーピードもあるからトーピードをね使っていきたいね。ナイス。でスペゲンも積んでますからね、墨流シード貯めていこう。墨流シード貯めて、おいトーピード、食らってるぞ、うわーやれんかった、クソ、今のやれんのか、惜しいな。いやでも結構墨流シート食らってる音がしている、墨流シートの音がするな。で食らった相手はなんか見た目も食らってる風になって、しかも音もするからね、ふにゃふにゃした、ふにゃふにゃみたいな、ふにゃふにゃみたいなね、このトーピードとのコンボで倒していきたいですね。うわ、え、今の一角どのように、どのようにして一角でした、どのようにして一角なんですか。敵の前に投げる、上から見えてたのか、上からやから見えてたんや、これナイス、飛びたいね、飛んで、でなんかあれば全然いけそうな気がするけどな、ナイス、なんかあれば全然リードできそう。まずは関門突破したいな、いてていてていてて、トーピードを投げまして、墨流シートで目くらましになっていない。もうなっていないんだが、低い墨流シートが、まあまあまあさすがにね、ちょっと基本的なエイムがあまりないから、基本的なエイム力がなくてですね、スパイガジェットメインでキルを取るのはちょっと少々難しいのかもしれないね、これね、僕の場合。トーピードともに、トーピード、トーピード、トーピードを投げることしかできない、僕トーピードを投げることしかできないんだが、まずは関門突破して、でもまあ関門突破結構でかいんじゃない、で帝王溜まってるの、味方の帝王溜まってっから、帝王で道を切り開いていただきたいね。スペシャル溜めたいけど、あんま敵インクがないから濡れるところがないっていう、いで
住み流しと下に置いたらこれ上に引っかからんな、これ置いたもののって感じで、置いたもののだな。今の使わなくてよかったか。とりあえず挨拶代わりのトーピードっていうのは大事そうだな。で避難、うん、なんかいるんか。いるね。トーピーディング、トーピードかける2。なにこっちぐらいかよ。でワンチャンありそうやけどな。ワンチャンありそう。ナイスナイス、うわナイスナイスナイス、全然ある全然ある、ナイスよしよしよし。これは住み流しとか役に立ったということでよろしいか。よろしいのかもしれない。さあ続きまして、ネギトロ炭鉱のガチオコバトルなんですけど、続きましてね、ボトルガイジングを、ボトルガイジングをねちょっとね使っていこうと思います。住み流しとなんで、同じ住み流しとなんだけど、まあ、でもねちょっとメインがね当てれる自信はあまりないんやけど、ちょっと頑張っていくわこれむずいよなメイン当てるの。でも強いんだよな、当たれば強い、当たれば強いの法則ね。難しい武器当たれば強い理論。よし、いい感じに当たった。じゃああそこのジェットスイーパー怖いね。あそこのジェットスイーパー怖いんで、これここにいいんじゃないか、これこれいいんじゃない。うわ危ねえ、おー危ねえ、いい隅流しじゃないこれ。これかなりね深い、深隅流。え、なぜ当たらない。よし危ねえ、いいよ結構使えてる。エイムむずいな。はい、でも隅長いね。一回引かせてもらって。全く当たらんけど。あとこれ、やっぱ、最高効率の、あれとかあんのかな、押せば押すほど早いんかな。なんかこの連打のさ、タイミングがさ、早すぎるとダメみたいな、あるやん。ラクトとかみたいに。なんか、いいテンポがあったりするのかな。隅長シートで引きな、引くがいい。ナイス、よし。隅長、いや隅長シート強いよなマジで。溜めて行き、また溜めて行き、しっかり溜める、しっかり溜めよう。溜めることによってね、自分たちの陣地も増えていきますから。いいね。これ壁にぶつけることによってそこから発動するのか。これは結構使えるかもしれへん。裏もね、取っちゃったりして。この後ろから流すのとかも結構強そうやけど。うまいいいのが入ったね。いい曲が入ったね、曲が。この射程がね、ラインマーカー使う人マジでうめえんだよな。ラインマーカー使えてマジでうまい。ラインマーカー当てるの、その指もう疲れてきたマジで指疲れてきました。どうしよう、どうしたらいいですか。この武器使うと指疲れるんですけど。めくらまし、シンプルにメインが使えませんねこれ。でもロボットボムっていうのもさ強いよな。いや無印もだいぶ強いけど、ボトルもかなり強い。ボトルのフォイルもかなり強いと思う。ダイナモシテム、ダイナモシテム、ボトルのメインがマジできついかな。ちゃんとボトル使ってる人たちはメイン当ててくるしな。さあ、隅長が溜まりますよと。ナイス、
届くんや。長いね、ボトル長。よし、いいよ。うまい人のボトル見てるとマジで簡単そうに当てるよな。なんであんな簡単そうに当たるわけ、当たるわけがなかろうなんやけど、パンケーキ的に、パンケーキ的には、パンケーキ的に当たるわけがなかろうって感じなんやけど、これはね、敵からするとめんどくさい、めんどくさすぎながらと思う。積み流しシートの後ろにさ、ロボットボムをさ投げ込めるからさ、こっちは別に見えてなくても一特定できちゃうっていうのもね、このボトルガイザーのサブスペ、まあトーピードもそうか、スパイガジェットとかもそうやけど、なんかこの一体で完結してるよな割と。メインが当たらん、マジでメイン当たりません。ナイス、墨流しシート強えな、墨流しシートマジで強えな。